ジョルジュ・オーリツクは、フランスの作曲家。フランス6人組の一人として、また、映画音楽の王屋として知られる。ムーラン・ルージュの歌の作者、ナンフツエロー県のロデーブ出身。15歳で最初に作品が出版されたほどの、振動ぶりを発揮し、20歳になる前に、いくつかの舞台公演のために、機械を音楽を作曲し、還元落法を施した。まだ、 パリ音楽院に在学中の1920年にエリック・サティア、ジャン・コクトーを被護者とするフランス6人組に参加しアバンギャルドの一員とみなされた。コクトーが1930年代初頭に動画の制作に取り掛かると映画音楽の作曲を始める。フランスやイギリス、アメリカの映画産業に多くの楽曲を提供し、その方面で大家として成功を収めた。 代表的な映画音楽に、自由を、画等に、美女と、野獣、赤い風車、ローマの休日、恐怖の報酬、男の争い、悲しみをこんにちは、トゥレーズとイザベルなどがある。オーリツクは、国党の規定した、6人組の理念を映画音楽に、持ち込み、単純明快で屈託のない表現と、はっきりと民謡を連想させる旋律やリズム、生命力あふれるオーケストレーションが、 特徴的である。映画音楽と並行して芸術音楽の作曲も続けていたが、1962年に映画音楽の作曲を辞めてパリオペラ座の音楽監督に就任し、後にフランス音楽著作権協会の議長に就任した。モンパルナス墓地に埋葬されている。ありがとうございます。